機動戦士、ガンダム UC、機動戦士、ガンダム UC、機動戦士、ガンダムユニコーンは、福井春都市による日本の小説、角川書店、ガンダムエース史上にて2007年2月号から2009年8月号まで連載された。また、この小説を原作とするアニメ作品と漫画が制作されている。機動戦士、ガンダム、以下、ファーストをはじめとした。 宇宙世紀を舞台とする作品で、劇場用アニメ作品、機動戦士ガンダム逆襲のシャア、以下、C シ,シから3年後の宇宙世紀96年が名舞台となっている。物語は宇宙世紀元年から始まり、その年に起こった宇宙世紀誕生や一年戦争の発端にも関わるラプラス事件が物語の中核となっている。なお、時系列的に 死于氏に近い年代に当たるため、登場人物やメカニックの設定にもその内容が多く反映されているほか、機動戦士ガンダムや機動戦士ガンダム以下だから発展させた設定も多い。アニメ版では物語の革新を握る人物サヤム・ビストの声優にファーストのナレーションを務めた長井一郎を起用することで、同作品のナレーションは サイアムによるモノローグであるという意味を持たせるなど、機動戦士ガンダムから続く、地球連邦とジオンとの一連の構想に、一応の決着をつける総括的作品でありながも、本作品より、後年の宇宙世紀を舞台にした、機動戦士、ガンダム先行のハサウェイや、機動戦士ガンダム界91、その遥か未来を描く、ガンダムとのつながりを示唆する描写も見られる。 キャラクターデザインと表紙のキャラクターイラストは、安彦義和が担当。第1巻から第3巻までは、差し絵も担当していたが、第4巻以降の差し絵は、虎なり構成が担当した。メカニックデザインと表紙のモビルスーツのイラストは、かときはじめ、福井はプロデューサー的立場も兼任した。単行本は1巻あたり3回分の連載を収録し、福井が、 インターネットラジオで1話あたり原稿用紙100枚程度の長さだと語っている。差し絵は小説の連載1回につき、カラーが2から3点。残りはモノクロページで計10カット前後が掲載。過渡期はじめによるメカニック解説、設定交渉担当の小倉信也による解説なども同時に掲載された。ガンダムエース元編集長の古林秀明によると、 この企画が開始されたのは2002年とのこと。雑誌、活字クラブ2005年夏号の福井、春年インタビューでは、2006年頃をめどに、新しいガンダムの準備をしていると語られた。2007年夏には、書店公開用のプロモーションフィルムが作成されている。ガンプラのマスターグレードで、2007年12月には、ユニコーンガンダムが、2008年12月には、 シナンジュが発売された。単行本の第4巻と第8巻の各特装版にはガンプラに装着可能なオプション装備のキットを同梱するなど小説作品として類を見ない試みも実施された。本作品は小説作品ながらコミックス流通で単行本が刊行されており、福井は本好きの方たちだけではなくその外側に広がる。 世間へ仕掛けてゆくための実験といった趣旨の発言をしている。本作品のタイトルを決定した時点で、福井はアメロレーのトレードマークとして、たびたびユニコーンのモチーフが使用されていることを知らなかったため、構想段階では本作品との特別な関連性は考慮していない。ファン層としては、特にファースト世代に人気だという。2010年1月から文庫版のリリースも、 開始されたが、角川文庫と角川スニーカー文庫の2種類の想定で、同時期に観光という異例の体制で発売された。角川文庫版は、ガンダムシリーズ作品であることを極力控えており、各種の広告でもあくまで、福井の小説作品であることを全面に押し出している。カバーイラストは、加藤直行、カバーデザインは、樋口真二が担当。口絵や差し絵はない。 角川スニーカー文庫版は、これまでに同レーベルで発売されたガンダムシリーズのノベライズ作品と同様の層と解説が収録。表紙イラストは、三木本春彦、口へ及び挿絵は、コミカライズ版、機動戦士、ガンダム UC 版で死ねの著者も務める大森幸造が担当。キャラクター紹介のイラストとメカニック紹介の、設定画は、安彦と虎なりと、カトキが、 連載時に描いたものを使用している。2016年3月26日には関連商品に同梱される特典として発表された福井の書き下ろし外伝に作品、機動戦士、ガンダム UC 戦後の戦争と機動戦士、ガンダム UC 不死り狩りをまとめた短編集が小説版第11巻として発売された。小説の単行本の第巻発売時には、 オリジナルビデオアニメ OVA シリーズとしてのアニメ化を発表し、2009年4月25日に公式プレサイトを開設した。この OVA 版はテレビフォーマットに再構成され、機動戦士ガンダムユニコーン RE0096 機動戦士ガンダムユニコーン RE0096 と題し、2016年4月3日から同年9月11日まで。 テレビ朝日系列のテレビアニメシリーズとして、地上波全国放送された。月刊ガンダムエースでは、2010年3月号、ナン、no. バー091から2017年2月号、ナン、no. バー174まで、本作品の漫画家作品となる、機動戦士、ガンダム UC 版デシネが連載された。著者は、大森光造。基本的には、アニメ版をベースとしつつも、アニメ版では、カットされた。 小説版のエピソードや設定も組み込まれており、原作小説とアニメ版の両方を設置した作品となっている。また、カトキはじめが新規にデザインしたオリジナル MS や既存 MS の新バリエーションなども登場している。2010年10月26日にガンダムエース増刊号としてガンダムユニコーンエースボリューム1が発売され、ボリューム6まで刊行された。 2012年3月8日には、首相官邸、ラプラス後での死難ュとの対決までを、アクションゲーム化した、プレイステーション3用ゲームソフト、機動戦士、ガンダム UC が発売。ゲームの特装版には、袖付きによる死難ュ強奪事件を福井が書き下ろした、概念小説、戦後の戦争が付属した。2013年8月3日からは、 ガンダムフロンと東京内のドーム型映像施設、ドーム G にいて、映像作品、機動戦士、ガンダム UC1 of 72が公開。小説版とアニメ版、OVA 版及び、テレビシリーズを除いたコミカライズやゲーム、また、外伝作品を初出とした MS は、UCMSV として区分されている。第次、ネオジオン構想の終結から3年後の、 宇宙世紀96年、工業頃に、インダストリアル7において、とある防御が交わされようとしていた。財団法人、ビスト財団の党首カーディアスビストが、ネオジオン残党軍、袖付きへ、ラプラスの箱と呼ばれる、重要機密を譲渡するという。ビスト財団は、開かれる時には、連邦政府が滅びるとまで恐れられているその内容を、縦に、 巨大企業アナハイムエレクトロニクス社の後ろ盾として、長年にわたって、地球連邦政府から便利を引き出しきたという。その頃、かつてカーディアスの私生児として生まれながらも、その記憶を消去され、普通の学生としての日常にも、違和感を抱きながらもインダストリアル7内にある、アナハイム高専へ通っていた少年のアージリンクスは、謎めいた少女オードリー・バーンとの運命的な出会いを、果たし、 彼女に強く惹かれる。オードリーの正体は、ザビ家の生き残りであるジオンの姫、ミネは、ラオザビであり、大きな戦争の火種となる可能性のある、ラプラスの箱の引き渡しを独断で阻止しようとしていた。だが、取引を察知した連邦政府とアナハイムエレクトロニクス社が、地球連邦軍を軍事介入させたため、インダストリアル7は、袖付きと連邦軍の戦闘によって、 火の海溶かしてしまう。バナージは友人たちと避難し、オードリーの姿を探し求める中で品死のカーディアスと再会し、出生の秘密を知らされると同時に、ラプラスの箱を開くための鍵でもある、真珠、ユニコーンのごとく、頭部に一本の角を持つ白アのモビルスーツ、MS を託される。戦闘の中、必死の思いでその MS を起動させたバナージだが、 現れた袖付きの MS に死の恐怖を感じる。しかし、白亜の MS の一本格が二つに分かれ変身し、かつて一年戦争でジオン軍から白い悪魔と恐れられた MS、ガンダムと同様の顔が現れると、その MS はバナージの意志を乗っ取り圧倒的な戦闘力を発揮して袖付きの MS を退ける。白亜の MS、 ユニコーオンガンダムはその出自からニュータイプを殲滅するという目的遂行のためならばシステム側が操縦者の意思すら乗っ取って暴走してしまうサイコミ兵器としての危険側面を持つと同時にラプラスの箱へとたどり着くための位置情報を少しずつ開示しながら鍵の担い手たる操縦者に宇宙世紀の人の争いの歴史をたどらせその鍵の担い手が ラプラスの箱を手にする資格のあるもの、ニュータイプであるかどうかを判断する装置でもあるという、相反する側面を合わせ持った MS であった。これを発端としてバナージは、ラプラスの箱の秘匿を望む、連邦政府や、それと手を組む、ビスト財団のカーディアスの反対勢力、ラプラスの箱のダッシュを目論む、シャアの再来と、あだなされる首振るフロンタル率いる、袖付きラとの、 ラプラスの箱をめぐる闘争とそれを探す旅へと巻き込まれていくことになる。開かれた際の脅威だけが長年伝えられるも実態は一切不明なラプラス箱をめぐる権力者たちの思惑に翻弄されつつバナージはユニコーンガンダムと共に世界各地を点々と渡り歩き地球と宇宙をそして連邦とジオンに組みする様々な勢力を行き来することになる。そして旅を通して 敵味方を超えて様々な立場の人物と巡り合い、成長していく。また、当初は、バナージを振り回す最悪であったユニコーンガンダムも、全身に用いられたサイコフレームと呼ばれる素材によって、アクシズショックと呼ばれた、超常現象の再現を起こすなど、設計段階で想定されていなかった奇跡を起こす、存在となっていく。そしてバナージが出会う、大人たちも、 それぞれが葛藤を抱える中、バナージとのぶつかり合いを通し、どんな絶望を目の当たりにしても、それでもと可能性を信じようとするバナージのひたむきに影響を受けていく。やがて戦いは、連邦とジオンという垣根を越えて、人の可能性を信じる者たちと、それを否定する者たちとの戦いに様相を変えていく。その度の執着点たるユニコーンが示す。 最終座標の地にたどり着いたバナージは、ミネバと共に、自身の祖祖父にあたる、ビスト財団の創始者サヤム・ビストと対面する。そこで目にした、ラプラスの箱の正体は、宇宙世紀元年に起こった暗殺事件で失われたはずの、オリジナルの宇宙世紀検証秘文の末尾に付け加えられた、条文であったと明かされる。未来の新人類に与えられる権利を約束した、その内容は、 暗殺をテロに見せかけて自作自演した当時の連邦政府にとっての修文を暴くものであると同時に後のジオンズム大君によるニュータイプ思想の内容とも偶然に一致し使い方によってはジオン広告の独立運動に強力な正当性を与える内容でもあったそしてその内容を百年近くにわたって秘匿し続けたという経緯自体が 現在の地球連邦の存在を危うくさせるお点であった。地球連邦とその関係者は、ラプラスの箱の存在をもみ消し今ある剣と秩序維持のために、一方、フルフロンタルは、アクシズショックほどの奇跡を目の当たりにしても、変わることより現状を維持することを望む人類には、ラプラスの箱の中身を秘匿したまま連邦との交渉の道具として利用していくことが、 現実的かつ最も有効な利用法だと語り、連邦を間引きした再度共栄権を推し進めるため、それぞれ手段を問わない実力行使に出る。ラプラスの箱の正体を知ったバナージとミネバは、これまでの人の争いの歴史を辿る旅を通じていた答えとして、本来この条文は、決してニュータイプ論を正当化させるものでも忌避するもでもなく、百年前の人々が、 新たな可能性を信じて地球の重力を振り払い新天地へと旅立つ同胞たちへ向けて祈りを込めて送った善意の言葉であったはずと解釈する。たとえこれが慰めで足された一文であったとしても宇宙移民計画は人口増加解決のためのただの機民政策ではなく人類の新たな可能性を信じて希望を持って送り出されたのだということだけは 自信ら未来を生きる人類は周知しておくべき事実だという考えに至り、ラプラスの箱の開示を決断する。それを阻止せんとする連邦政府とフロンタル率いる袖付きからの妨害をガナージダは命をとして退け、人の中の可能性を信じるミネバの演説によって、ラプラスの箱が全世界に公表される。サイコフレームが持つ陣地を超えた力を引き出し、 大量破壊兵器であるコロニーレーザーからの攻撃を相殺するほどの溝のサイコフィールドを命がけで発生させラプラスの箱を守り抜いたバナージだったがその代償にニュータイプとサイコフレームの未知の領域にまで足を踏み入れてしまうその結果バナージはユニコーンに取り込まれ完全に一体化した人の死を受け止め叶える器としてもはや万能と言えるほどの力を持った人を遥かに こういった存在になりかける。しかし必ず帰ると約束した大切な存在が待っていることを思い出し、その力を放棄して、再び人間としてオードリーの下へと帰っていきながら、物語は幕を閉じる。ロンドベルのエースパイロット3人で構成される正体、通称ロンド・ベルの3連星。独特の連携攻撃で訓練記録を塗り替え、その名を広める。 本来なら UC 計画のテストパイロットになる予定だったが、計画が中断して支援用量産機、ジェスタに登場することになる。ラーカイラム MS 部隊に所属しており、ダカール襲撃後、箱を馬をめぐる騒乱に巻き込まれる。アニメ版では、3人とも、コロニーレーザー発射を阻止すべくラーカイラムで地球へ降下したため、インダストリアル7での最終決戦には参戦していない。 その代わりに、シャイアン基地にて、グスタフ・カールやプラスなどの地球連邦の地上軍副兵部隊との交戦が描かれ、これを、くもなく、無力化している。u c では、原作小説にのみ登場し、アニメ版には登場しない。ただしもハナンは、アニメ映画、機動戦士、ガンダム NT に登場している。以下は、関連商品の特典、後に、小説第巻に、 収録として発表された原作者書き下ろしの短編小説に登場する人物。ここに挙げた人物以外にも UC 本編の登場人物も数人登場する。以下は中編小説、不死取り狩りにおける設定。後に同作を元にした2018年のアニメ映画、機動戦士、ガンダム NT にも登場するが、細部の設定や末路などが変更されている。 NT での設定については、機動戦士、ガンダム NT 登場人物を参照。以下は、ガンダムエースや、ガンダムユニコーンエースに掲載された、UC の時代感を踏襲した、外伝作品に登場する人物。上記の他は、本作品にて描かれた、宇宙世紀96年に発生した、ラプラスの箱にまつわる一連の紛争を指す。劇中においては、暴走した、 ガーベイのダカール襲撃によって、甚大な被害が生じたことで、袖付きは、単なるテロリスト集団ではなく名実ともに、神聖ネオ、ジオンの後継勢力であるとの認識が持たれるようになり、地球連邦交換、ジョン・バウアーの呼びかけで、第3次、ネオジオン戦争として認定する動きが出ていると、されている。機動戦士、ガンダム NT では、一連の戦争は、 ラプラス事変と呼称される。オリジナルビデオアニメ、OVA 版は全国映画館でのイベント上映と BD、劇場限定版の劇場先行販売、インターネットでの有料配信、BD、DVD の一般販売といった複数の公開形態を短期間で同事業させる形で展開された。こうした公開形態は映像ソフト商品が売れにくい時代にあって、 従来の劇場版作品のように映画館での公開から何ヶ月も経ってからパッケージ化して販売する方法では顧客に忘れ去られてしまうという判断に基づきその打開作として試みられたその試みは成功しパッケージ販売を中心としたアニメ作品としては大きなヒット作となりエピソード1から7までの全作品が BD の週刊ランキングで 初登場総合主位を達成した。o v a 版、全7巻の BD、DVD の累計出荷数は180万枚を超え、映画館でのイベント上映、劇場先行パッケージ販売、ネット配信を同時に行うという新たなビジネススキームを確立したアニメ業界において記念機的タイトルとなった。2016年2月時点では、 BD と DVD の累計出荷数は190万枚以上と、ガンダムシリーズの作品で最高を記録している。シリーズ開始時のキャッチコピーは、それは、可能性の獣。ストーリーは、基本的に原案となる小説版に沿ったものだが、一部、登場人物の立ち位置や物語の展開が、再構成されている。また、小説版ではマリーダ、ジンネ版、 アンジェロの過去として生産で過激な戦争の暗部を描いたエピソードが語られるが、アニメ化の際にはより広い年齢層を視聴対象にできるよう断片的かつ暗優的な表現に留めている。小説版では登場しなかった MS の追加や新装備への変更なども行われており、バイアランカスタムやシュツルムガルスなどの新規機体も登場する上、本作品により、 後年の宇宙世紀を舞台にした未映像化作品、先行のハサウェイからは、グスタフ・カールが先行配備された試作型タイム S として登場する。また、作品のいわゆるラスボスにあたる機体も、小説版では亡霊のようなオーラをまとったシナンジュだったが、映像化に際してはその亡霊のようなオーラを巨大な機体として具現化したいとの案なシナンジュをコアユニットとするネオジオングが、 アニメ版最終章を象徴するオリジナルのサプライズ機体として登場する。以上のようなアニメ化を鑑みた様々な変更により、より広い年齢層、小説の未読者も既読者も共に楽しめる要塞構成されている。これについて、ストーリー監修を担当した福井は、ファーストデタえると原作小説が TV シリーズ、アニメ版が劇場版、 そういう関係性だと思ってもらえればと述べている。エピソード1は2010年11月にワウワウ、2011年2月27日にアニマックスにてテレビ放送された。エピソード2以降のテレビ放送はアニマックスで最初に行われ、ワウワウでもその後に放送、BS11 でもエピソード1.2が無料放送されている。地上波では 最終章となるエピソード7公開時の2014年5から6月にガンダムシリーズ作品の制作を経験しているテレビ、東京、目、テレ MBS の3局で地上派発、機動戦士、ガンダム UC 完結記念3週連続スペシャルと題してエピソード1から6を集中放送。ガンダムシリーズのブルー、レイディスク、BD ソフトとしては初めて、 ドルビー・トルド5.1チャンネルサラウンドのフォーマットを採用した作品である。また、Q、QTEC 発の BD ライブ対応作品であり、特別コンテンツ視聴が可能となっている。BD ライブ機能により、各館で配信される映像特典。視聴にはインターネットにつなぐことができる BD プレイヤーが必要。ダウンロード済みのコンテンツは配信終了となった。後でもデータ削除しない限りは、 視聴可能。2014年、南海電気鉄道が運行する、関西国際空港連絡特急、ラピートの運行開始20周年と、エピソード7、虹の彼方に公開を記念してのタイアップとして、赤い彗星のサライ特急ラピートネオジオンバージョンが登場。4月26日より運行を開始、6月30日まで運行。同特急に使用されている。 住の絵検築所属5万軽電車の第2編成6両のボディカラーを通常色のラピートブルーからネオジオンのイメージカラーであるワインレッドに変更側面はラッピン先頭部と屋根上クーラーキセは塗装時さらに本作品をイメージしてネオジオンの紋章上高扉付近1から4号車レギュラーシート車はシルバー5から6号車スーパーシート車は ゴールド等を付したほか、5号車、スーパーシートでは、関西空港より2列目の座席をキャラクターをイメージした専用席として、シートモケットを緑、ミネバ、ラオザビ専用席、画像右席と赤、アンジェロザウパー単位専用席、窓側と、フルフロンタル大佐専用席、通路側に交換されている。この専用席は、スーパーシートの乗客向けの写真撮影用のため、 この列を含む関空より3列のチケットは販売されない。初日下り1番列車となる南波バ発関西空港行きラピートベータ41号ではフルフロンタル大佐役の池田周一を招いての出発式も執り行われている。運行ダイヤを南海電鉄の専用サイトにて公表の上通常色のラピートブルー編成と同様に南波、関西空港間で運転されたが 運行末期には、南海主催の特別ツアーが組まれ、団体専用列車として、和歌山市駅にも乗り入れた。予定通り6月30日の、ラピートベータ48号をもって、運行を終了し、元のラピートブルーに戻される。2016年4月3日から9月11日まで、タイトルを、機動戦士、ガンダムユニコーン r E-0096、機動戦士、 ガンダムユニコーンリ0096と題して、目、テレテレビ朝日系列、サンライズ目、テレ制作で、毎週日曜7時7時30分、JST の地上波全国ネットのテレビシリーズアニメとして、ニクール全22話が放送された。宇宙世紀が舞台のガンダム作品がテレビシリーズとして全国ネット放送されるのは、機動戦士 V ガンダム以来、 約22年ぶりであり、ガンダムシリーズが目、テレテレビ朝日系列で放送されるのは、起動新世紀、ガンダム X 以来、約20年ぶりとなる。キャッチコピーは、君の中のルビー RB 可能性、RB ルピア、ルピア、ルビーが目を覚ます。放送内容は、オリジナルビデオアニメ、OVA 版の既存映像を、テレビ放映用のフォーマットに再編集したものとなる。また、 池田周一がナレーションを務める次回予告と、第2話以降のアバンタイトのパートと、新規映像を含めたオープニングとエンディングのパートが追加され、ニクール文のテレビシリーズアニメとして再構成された。OVA 版からテレビフォーマットへの分割にあたり、各話のタイトルは福井により改めて考案されている。基本的に本編に関しては OVA 版からの変更はないが、 作画や演出が修正されているカットが一部ある。本放送の際には、字幕放送を実施しており、主人公のバナージは黄色、ヒロインのオードリー、ミネバは水色、その他の人物は白色で表示された。またテレビ朝日系列のアニメ、特撮番組の通例として、同放送局の他のアニメ、特撮番組へのブリッジ予告用のナレーションが、池田周一によって、 新規に収録されたほか、データ放送に対応し、当選した視聴者には、ラプラスの箱と称した関連グッズの詰め合わせセットなどがプレゼントされるキャンペーンも実施された。オープニング曲とエンディング曲は、OVA 版でも音楽を手掛けた作曲家の沢野博之によるボーカルプロジェクト沢野博之 NZK が担当する。 テレビシリーズの表題曲として書き下ろされたオープニングテーマ、Into the Sky のボーカルは、2015年に実施されたオーディションで選出されたティルが務める。二つのエンディングテーマのボーカルは、ファーストエンディングテーマ、NEXT に言う、ユックマイナスを、シンガーソングライターのナナミ。本曲では、ナナミメイキが、セカンドエンディングテーマ、BL 大 F8。 ユックマイナスを OVA 版にも参加していたエメが、務める。オープニングエンディングパートの映像は、特殊、オープニングエンディング含めて、アサヒプロダクションが制作に協力している。また、このオープニングエンディングパートのために、ユニコーオンガンダムの新規マーキングが過渡キ始めにより、デザインされ、この新規マーキングのデカールシールを同梱した、プラモデル、ハグック1。 144フルアーマーユニコーオームガンダムデストロイモードレッドカラーバージョンがテレビシリーズ化を記念して発売された。メテレのコンテンツ局長である福島すら一郎によると OVA 版のエピソード1が完成した時点でテレビ放送するならぜひメテレ発局でと制作側にオファーを送っておりそのエピソード1完成披露試写会で福井と対面し福井からも 子供たちにも見てもらいたいので、テレビ放送をぜひ実現させてほしいと語られたという。また、放送局の役割は、通常のテレビシリーズアニメの制作進行と特に、変わったところはないと語っている。テレビ放送にあたっては、毎週、初見の視聴者が存在する、可能性を考えて、構成を工夫してほしいとの要望や、テレビシリーズ版オリジナルのオープニングエンディングパートの、 追加を提案している。もともと海外での展開に備えて、OVA シリーズをテレビフォーマットに再構成する案自体は存在しており、当初は OVA シリーズの全7章に最終章のプロローグと宇宙世紀シリーズの過去作のダイジェストを兼ねたエピソード EX100 年の孤独を含めて全24話での構成を予定していた。だが実際に、 国内でのテレビシリーズ化が決定した放送時間枠が放映期間中に全米オープンゴルフ中継で2回の休止を挟むことが判明したため本編全7章のみを用いた全22話に改められた番組開始となる第1から3話第2クール目の開始となる第13から15話最終話の第22話では本放送時限定で副音声放送を実施 MC は、浜口優、よいこ。出演は、福井春とし、著者、小形直弘、プロデューサー、並川大輔、リディ・マーセナス役。第22話では並川に代わって、内山幸樹、バナージリンクス役が参加した。2016年6月17日に、同年7月9日公開のアメリカ映画、とのコラボレーションポスターが制作され、 福井もコメントを寄せている。また、バナージとフロンタルがワイップなどで登場し、映画の内容に対してのコメントを述べるコマーシャルも放映された。単行本は角川コミックスエースより文庫版は角川文庫及び角川スニーカー文庫の2形態で刊行。2014年4月26日には角川コミックスエース版の全10巻が電子書籍化され、 小戸川軽電子書籍ストアブックウォーカー他で配信。本編は全10巻で、第11巻は外伝2作品をまとめた短編集となる。関連商品に同梱される特典として、原作者書き下ろしの原作小説の物語を追放する小説作品が発表された。また、これら2作品をまとめた短編集が小説版の 第11巻として2016年3月26日に発売された。小説、戦後の戦争は、後に、大森構造によるコミカライズ版が、機動戦士、ガンダム UC 版でしねエピソード、例として2017年より連載されている。また2018年の映画、機動戦士、ガンダム NT は、小説、不死鳥狩りのストーリーを再構成したものが、 モチーフになっており、戦後の戦争に登場したシナンジュスタインも登場する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。